こんにちは、政治 VTuber 永田まつりです。先日数々の不正疑惑で法務省を辞任した諸国氏ですが、拘置所に収監された妻を面会した際に息子の着用していた服がユニクロとのことで、またもや韓国国民が反応しました。今回は韓国メディアのニュースと韓国国民の反応を見ていきますね。皆様、いつもコメントありがとうございます。それでは最後までご覧ください。それではニュースの詳細です。息子のチョ・ボウ氏が拘置所に収監された。母親のチョン・ギョン氏も東洋大学教養学部教授を面会しに行ったことが分かった。この時、チョ・グク元長官の息子が日本の SPA 衣類ブランドユニクロ製品であるフードジップアップジャンパーを着ているという意見が一部のネチズンの間で出た。反日を強調したチョググの息子のチョボウ氏が日本ブランドの服を着ていたという理由で右派政党のネットユーザーの集中砲火が始まった。これに先立ち、チョググ元長官は長官任命前の記者会見で、日本のボールペンブランドジェットストリーム製品を使って右派ネットユーザーの非難を一身に浴びていた。チョグク元長官の妻チョン・ギョンシム東亜大学教授との面会関連記事には、息子のユニクロ服着用を非難する書き込みまで相次いでいる。するとチョグク元長官を支持する左派寄りのネットユーザーが乗り出した。チョグクの息子が着たユニクロ服が昨年発売した製品であることを強調し、反日感情が芽生える前に買った服だから今着るのは関係ないと主張した。さらに、家にあるのを着ただけなのに、それでは私がすればロマンス、他人がすれば不倫云々するのは理に合わないと反論した。チョグクの息子が着ていたユニクロのパーカーはダークグレー色、製品番号4097。それでは韓国国民の反応です。父親は日本の先端企業である三菱のジェットストリーム愛用者、息子は日本ユニクロ愛用者なの？韓国人はこんなことで揚げ足取りをするのは世界一だと思う。こんなユニクロで叫ぶ化け物ども、こんなのは盗撮レベルだろ。なら日本製品を使っている人間が勝手に写真を撮られてもいいのか？どうでしたか？どうやらこの国では着るものも自由に選べないようですね。国民主権なのでしょうが、国民による独裁国家なのでしょうね。私は恐怖を感じます。本日はご視聴いただきありがとうございました。ぜひぜひコメントください。チャンネル登録高評価お願いいたします。また次回お会いいたしましょう。